バリッといじってある車も何台かあって。そうですね、45分で45分です。カスタムされた車を販売もしてますし、レースの技術を、店舗に。ということで、いろんな車紹介させてもらいました。結構バリッといじってある車も何台かあって。そうですね、はい、GTZ さんでは中古車の販売だけではなくて、はい、まあ、それに伴ってこのアフターサービスってものが何点かあるっていうふうにお伺いしたんですけども、はい、お車を買っていただいた方に、無料点検を行っております、うん、でその無料点検の先にあるのはやっぱり車検ですね。当社の、まあ、この店舗からすぐ近くのところに、指定工場を構えておりますので、そちらで45分で済んでしまう車検を行っております。45分で45分です。車検のイメージって僕はやっぱり車1日2日預けて、代車借りて車検を頼みますっていうようなのをイメージしてるんですけども、はい、日帰りですよね。日帰りです、はい、日帰りどころか1時間を切る。そうですよね、はい、レースのピットみたいな感じイメージですよ。おー、パッと来てパッとレースメカニックが作業してパッと帰れるみたいな、はいはい、台車を借りてっていう風になると嫌がるユーザーさんも多いんですよね。普段乗り慣れてない、そうです、うん、ブレーキの感覚も違うし、はいはいはい、車幅も違うし、だからやっぱりそういうところで乗り換えが嫌だっていう人がすごく多くって、まあ、そういうユーザーのニーズに応えるために本当に45分でできる体制システムを整えて今指定工場でやってます。すごいっす。ありがとうございます。ちなみにそれは GT ネットで車両を購入された方に限らず、はい、どんな車でも車検を見てもらえると。そうですね、まあ、一部その対応してない車種もあるんですけども、はいはい、ほとんど車を対応できるようにしてまして、でやっぱり一般のユーザー様に我々のその持ってるメカニックのやっぱりクオリティとかね、そういう腕をしっかりこうフィードバックさせてもらって、本当に早い短時間で、帰っていただけるような体制を整えてますし、その45分の間にカフェでくつろいでもらえるんですよ。カフェがあるんですよ。すごく素敵なカフェなんで、多分45分なんてあっという間に終わっちゃうと思うんでGT ネットさん一度車検のお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。で、はい、他のアフター、はい、ケアというか。そうですね、はい、まあ車を買っていただいた方には最長3年の、ロング保証を、はい、まあ、優勝保証になるんですけど、で走行距離無制限ですので、はい、たくさん走ってしまう人、はいはい、車好きでドライブが好きでっていう方も本当に安心安全を提供してますので、まあ、特に今はもう古い車とか増えてきました。そういう車でも対応しているので安心に乗ってもらえるのかなという保証をお付けしてますので。ありがたいです ね、 やっぱり GT カーって多少やっぱ年式とか走行距離だとか、はい、重なってる車多いと思うんで、いきなり謎なトラブルだとか、はい、あ、ここ壊れちゃったんだなんていうこともあると思うんですけど、はい、そういったところも、まあ、見てもらえるっていうところですよね。そうですね、まあ、基本消耗部品以外のところであれば、電装品なんかも対応してますから、はいはいはい、そうなんですね。そうなんですよ。だからパワーウィンドウのトラブルとか、はいはい、エアコンのトラブルとか、はいはいはい、細かいところも対応してます。であとは、まあ、カスタムしてる車もあります、はい、それはそのカスタムされた車を販売もしてますし、我々の方でカスタムしていくっていうこともできますから、うんうん、あ、なるほど。そしたら例えば、ノーマルの車を GT ネットさんで買ったと同時にそのまんま、うん、カスタムも一緒にしてもらえることができるって、はい、でカスタムされた状態で納車してもらえたりももちろん可能ってことですね、はい、大丈夫です。夢広がりますねぜひこれから車、特に GT カーで車の世界へ飛び込んでみたい人いたら、うん、GT ネットさん行ってみてください。ちなみに、はい、レースもされてるっていうことなんですけど、はい、見えますか、はい、こちら。これはあれですか、先日行われた富士の24時間耐久レース、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。僕、はい、スーパー耐久はドライバーで出させてもらってもらって、違うクラスだったんで、はい、この GTR には何回も抜かれました店舗のメカさんも、はい、レースの方に参加されたりすることあるんですか。はい、うちの横浜のスタッフで全て のレースの方に参戦してる、ね、はい、メカニックもおりますので、その技術をもう皆様にフィードバックしてるということですね。レースメガさんに見てもらえるってことですね。そうなんですよ。だからかっこいい、安心安全なんだと思うんですね、はい、レースの技術を、店舗にもフィードバックしてるっていうところで、
まあ、そんなところで、はい、今日は一日 GT ネットさんにお邪魔していろんな車乗せさせてもらいました。まあ、今後もこういったことがあればどんどん僕らで紹介させてもらいたいなと思っておりますので、また機会がありましたよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。